リーサルストームは2020年のアメリカ合衆国のアクション映画。監督はマイケル・ポーリッシュ。出演はエミール・ハーシュ、ケイト・ボスワース、メルギブソンなど。超巨大ハリケーンに乗じてマンションを襲撃した武装号登壇に地元警官と元警察署長の老人が立ち向かう姿を描いたクライムアクション。プエルトリコ。カテゴリー5の巨大ハリケーンが 同地に上陸しようとしている中、警察官のコルディーロとジェスは自宅にいようとする、住人を説得して避難させるよう命じられる。そんな二人を大いに手こずらせたのが、元警察官のレイバレットであった。レイは、娘トロイの説得にも耳を貸さず、マンションの自室から手こでも動こうとはしない。二人が、レイの説得に手間取っていると、ジョン・ザ・バプティスト率いる強盗団がマンションに押し入ってきた。 コルディーロは、直ちに応援を呼ぼうとしたが、強風のために無線機を使うことができない。やむなく、コルディーロは、たった一人で、強盗団に立ち向かっていったが、ほどなくして、思わぬ人物が救援に駆けつける。カッコ内は日本語吹き替え2019年5月9日、マイケル・ポーリッシュ監督の新作映画に、メル・ギブソンとケイト・ボスワースが出演することになったと、報じられた。 6月、エミール・ハーシュの出演が決まった。7月26日、ステファニー・カヨの起用が発表された。同月、本作の主要撮影が、プエルトリコで始まった。8月7日、デビッド・ザヤスが本作に出演するとの報道があった。9月、ジャスパー・ポーリッシュが、キャスト入りした。2020年3月10日、クビレイ・ウネルが、 本作で使用される楽曲を手掛けるとの報道があった。撮影は2019年7月の第3週に、プエルトリコのミラマーとクアイナボで始まり、4週間の予定で行われ、また、制作予算約2300万ドルのうち1500万ドルは、プエルトリコの商品やサービスに投資されることになっているほか、制作スタッフは90%がプエルトリコ人で、 少なくとも300人が参加する予定である。2020年4月14日、ライオンズゲートが本作の全米配給権を獲得したと報じられた。5月19日、本作のオフィシャルトレーラーが公開された。本作は批評家から国評されている。映画批評集積サイトのロッテントマトズには35件のレビューがあり、批評家支持率は9%、 平均点は10点満点で3.6点となっている。また、メトクリティックには11件のレビューがあり、過重平均値は29,100となっている。ありがとうございます。